デアリゲンはスイスベルン州インターラー県イコールオークにある基礎自治体。デアリゲンは1244年にテト人間という名で初めて歴史に現れる。人が居住した最古の形跡は青銅器時代の遺物が湖の岸の近辺で発見されている。中世の間はウンスプ燃料の一部であった。1515 15年にベルンに編入される。 トゥーンコに望むデアリゲン、ウンターゼーンよびインターラーケン1五十六年の空撮写真八百七十二年にベーデリ鉄道がデアリゲンからインターラーケンまで開通し、八百七十四年にはベーニゲンまで延伸された。当初この路線はスイスの鉄道網に接続しておらず、トゥーンコとブリエンツコの蒸気線航路同士をつなぐ役割に過ぎなかったのでデアリゲンで すべての貨物と旅客が船と鉄道を乗り換えていた。しかし、1893年には、路線が西のトゥーンまで延伸され、その先のベルンや、その他の地域にも接続した。そのため、デアリゲンでは、乗り換えの必要がなくなった。ベーデリ鉄道は、BLS 鉄道の一部となったデアリゲンは、ベルン高地にあり、トゥーン湖の南岸に位置する。 アーレ川が湖に注ぐ河口の湖岸に広がるが、地域には、デアリヒングラーと連邦の尾根までが含まれる。境界を接する自治体は、西側のトゥーン湖沿いに来種源、尾根を挟んで南にザクセテン及び東に、ビルダースビルとマッテンバイインターラー県、東側のアーレ川沿いにインターラー県である。デアリゲンには、BLS 鉄道のデアリゲン駅がある。一図。 ありがとうございます。